鬼滅の刃なんか流行ってるよな。あんま分からんねんな鬼滅の刃。トゥワイス。何これ、え、 AKB みたいなやつ。すげえ。200円ある。ああ、あります。なんかこれ好きみたいな言っててんな、誰か後輩。うわ、ほんま大サービスやん。すげえ。やるか。え、どうしよう。名前か。お、いや、これ公式ちゃうやないか。いや、これ公式のやつちゃうやろ、多分。なんかペンやで、荒いし、なんか写真の画素数紙中に入れてよ、もう公式ちゃうやんけ、これ。なあ、うわ、でも可愛いな、可愛いこのクマ。こっちはあんま興味ないけど。でもまあまあ可愛いって言う人もいるやろうな、結構。なんかそういう顔やな。すごい、なんやこれ。人参、これ高麗人参かな。これ普通の人参かな。人参ツルツルやな、これ粘膜剥いてある状態かな、これ。そのあれやねん、皮じゃないねんな、あれピーラーで剥いてるやつ、あれ皮じゃなくて粘膜やん。もう皮はすでに剥けてる状態やから、実際はあれ皮じゃないんだけど。人参シャープペンシル、コミカあるやん。 UFO キャッチャー結構やってて、彼女とデートするってなった時に、彼女が遅刻するってなったら合間にあのゲームセンター入って UFO キャッチャーで商品ゲットして、それを彼女にサプライズでプレゼントする、それを結構やってたから、それ得意になって、だんだん腕上げて。そうそうそう、だからちょっとやってみようかな。4倍かな。あ、5000円あかんわ。1000円ある。ありがとうございます。鈴木スイフトスポーツ。お、来た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 。うわ、惜しい。え、めっちゃ惜しいやん。取れてるのと一緒やんな、ほぼ。正直今のってここやろ。来た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 。え、ちょ、軽ない？やってるな、これやってるな、これ。え、調子悪いな。やめよう、ここでやめれるっていうのがね、ちゃうところやん。全然他の人とちゃうところ。あ、やった。全然変なことしてない。ほら、来た来た。あ、なんやねん、もう弱いって。来たじゃん、来たじゃん。あ、なんで。あ、来た来た来た。ラスト、もう一個こう、こういくみたいな。あ、来た来た来た、買った買った、おっしゃ。やば、100円ないな。あります？絶対俺行ったやろ。行くぜ。おっし。さあ、鈴木スイフトいくらやこれ。なるほどな。まあまあ、でもこのゲームを楽しませてくれたっていうのもお金に含んでるから、まあ、アトラクションみたいな。そうそうそう、全然ええし。1100円はちょっと返します。来た